よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ、ミラコイの部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。もう大人気ですね。ほんと大学ラグビーの動画たくさん撮らさせていただいてますが、もうほんとにこの大学は大人気。ユニバーシティオブつくばラグビーフットボールクラブということで、今日はつくばの話をしていければなと思います。筑波大学ラグビー部2023年度新体制発表されました、先ほどで。その体制の発表、いやまあすいません、もう思いっきりまた新しいキャプテンど外ししてるんですが、もう本当に恥ずかしいと、まあ、いうことなんですが、それと一緒にですね、ラグリパのしずめさんと読むんですね。先ほど調べさせていただきましたが、しずめ勝也さんの記事が、監督の島崎監督の、記事があったんで、それと合わせてですね、お届けできればなと思います。島崎達也監督の思いということで、お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。で、いきなりですが、新体制ジャンと、谷山くんじゃないかと、谷山選手じゃないかと、いやね、当然ね、候補としては上がるんですけど、なんとなく谷山選手は、キャプテンじゃねえのかなと思って、私、三浦は白井選手を推してたんですが、白井選手は、いや、見事副賞と。もう、見事とかなんどうなのね。で、柳川選手ですよね、尾道の、もう素晴らしいロックの選手が、副賞と。ああいうことと、なんと、主務は高田選手ということで、フルバック、キッカー、高田選手と僕はツイッターでつながってますと。すみません、どうでもいい話でしたね。まあ、こういう体制でいくということで、では本当今年強いですね。もう本当今年強い。慶応去年4年ぶり ?3 年ぶりに勝ちましたけれども、今年、ちょっと気合い入れていかないと、今年の筑波強いなという感じがしました。もういい選手多いですからね。で、いい選手、下級生も多いですから。で、後で記事で言いますが、来年が100周年なんですね。なんで、ちょっとそういう記念の年ということもあって、もうほんと、やべえ、強えなぁ。強えぞ、つくば。ということで、その、島崎監督のですね、懐かしいっていうか、慶応が久しぶりに大学選手権出れなかった時の、栗原キャプテンの時のね、島崎監督の涙っていうのは僕は相当印象的でしたが、まあ、そこからももう強いチームを、作り上げてきてですね、でその、島崎監督を特集した記事をしずめさんが書いてくれたんで、ちょっとそれを、まあ、一部抜粋しながら読み上げるって形でお届けできればなという感じです。高田選手裏効果なんですね。頭いいんだろうなぁ。まあ、すいません。じゃあ行きまーす。これですね。ラグビーパー、ウエスト、学生の中に島崎達也監督と、で、しずめ勝也さん。ちょっとね、読み方難しくて、ちょっと検索してしまいましたと。若いっすよね。僕よりも年下ですよね。もう満面の笑みでということで、行きたいと思います。島崎達也は関西にいたと。リクルーティングですよね。筑波ラグビーを率いる OB 監督である2月18、19日の週末、和歌山であった高校近畿大会にリクルートで赴く。和歌山まで行くんですね。島さんこと島崎は、人望がある。堂々したのは西村さん、佐藤さん、ペクさんら筑波 OB たちと、3人は大阪の高校教員かつ、ラグビー指導者役務も兼ねていた。そっかそっかそっか、大阪の高校教員で、島崎さんがこっち来た時に一緒に帯同ってことですね。うん、僕は院生コーチからスタートしたので、今も島さんと呼ばれています。だから学生と一緒にラグビーを作っている感じです。若いですからね。とにかく丸い瞳は輝く。笑えば顔全体がくしゃっとなる。探求心が詰まった少年の雰囲気も漂う。この4月で不惑になるとは思えない。筑波は先頃大学選手権で、強かったですね。対抗戦5位ながらも、天理に50対22、リーグ戦1位の東海には2位、激闘でしたね、激闘。20対17だった。監督4年目での最高位になると。だからそっか、監督1年目で慶応に勝ったのかな、ずっとコーチで。ちょっとその辺記憶あやふやですけれどもね、4年目なんですね、まだね。やりたいことが少し花開いた感じがしてます。ここ面白かったですね。枠組みをできるだけ少なくしました。ボールを動かした。好きなフランスに
これなんて読むんですかね、すみません読めません、と取ると、シャンパンラグビーですねと表現されるラグビーは炭酸酒のように選手たちが弾ける。今まで2回ほど現地を訪れたことがある。ああ、これもうね、後藤さんの話と進行するような、あらかじめ定位置を決め攻め上がる今主流のポットとは真逆であると。選手の能力のバランスが良くなくていい、鬼のようにサポートができるならその部分、うわでも運動量大変ですよね、その部分を最大化させれば良いと考えます。決め事がない分難しい、うん、その代わりどの学生にも生きる道が示される。かなり個人のスキルポテンシャルに委ねたラグビースタイルってことですね。あーちょっと後藤さんと話したことも話したくなるけれども、今ねポットがね、あもちろんあの多くのチーム使ってるんですけど、その先って言われてますからね。って後藤さんにあんまりその横文字使うなって言われながら使ってますが、なるほどね、どの学生にも生きる道が示されていると。筑波は人間成長の一つの手段としてラグビーと、これ筑波の方針ですよね。素晴らしいんですよね。社会に向けて巣立つ前段階として自立して自立する、それが筑波の伝統です。僕が現役の頃も自分たちでやっていく文化が根付いていました。うん、島崎の入学年は2003年ですね。だからはは、は結構年下だな宮城県の仙台さんから一浪して体育学軍に進んだ。軍は学部にあたるらしいんですね。これ読んで僕も知ったんですけど、学部じゃなくて軍って読むんですね。競技推薦を得ないで入試を突破した、いわゆる一般組であると。あ優秀だったんだな。現役時代は CTB171cm84kg、 公式戦には2年間出場した。島さんはソフトクラッシュ、ハードドライブといった感じでした。柔らかくパチンと当たってググッといってましたということで、長嶋茂雄みたいな表現ですが、いいっすね。柔らかくパチンと当たってググッといってたと。和歌山で堂々してたですよね。西村を思い出す。2学年下のスタンドオフは現在布施高科の監督。布施高科もね、あれですもんね。筑波は1872年、うわかなり前だな、日本で最初に設立された教員育成を軸とする国立の師範学校は前身である。だからやっぱね、たくさん教師を出して高校ラグビーを強くしてもらいたいと。今は10学軍で構成される。ラグビー部員の多くが所属する体育学軍は学部として日本一の呼び声が高い。創部は1924年、来年ほら来年だ、100周年を迎える。その独自性は医学軍生が在籍する、医学部がいるね。慶応も古田選手がいた時が本当レアでしたけれども、なんか頻繁にいますよね。新2年生の小沢選手と大内田選手である。島崎は絶賛する、抜群です。僕は40歳になりますけど彼らをリスペクトしてますと。小沢福か大内田は、CTB と、まあ、いうことですね。先鞭をつけた、あ中田トライ選手、いい選手でしたね。低いタックルで、中田は、中田トライですもんね、名前もうインパクトあったな。名だから2017年に入学、2年生で豊富な運動量を軸にフランカーの正選手になる。東京教育大学から筑波になったのは1973年、その開学以来最初の医学部部員だった。ああだからそういう意味ではあれか、古田選手の方が早かったのか。慶応のですね、筑波には医師を志す者もおれば、高校日本代表クラスが競技推薦で入学してくる。その価値や基準の入り混じった中で新しい地平が示される真の文武両道がある。入るの大変だね。でやこの強さか、なんかね、慶応も入るの大変ですけど、筑波もね大変な中ね、なんかね筑波の方がねいい選手取ってるような気しちゃうのはあれかな、慶応 B 期だからかな。新チームは2月1日から始動した、雪辱の1年になる。いや4強入りこそしたが、水色と白のジャージは新年2日帝京大深紅に完敗した。5対71ですね。まあ強かったな帝京は。11回目の優勝を果たした。筑波の全国制覇はまだない、これ意外にないんですよね。福岡健貴さんの時もなかったですもんね。大学選手権出場24回中2回の準優勝のみ、49、51大会である。島崎は話す、新チームの目標はこれから整理して学生たちが決めますね、学生たちが決める、考えてやるってことですよね。主将の選出もその代の4年生が決める。新シーズンはナンバーエイト CTB の谷山が、主将を務める。
島崎ははいと承認すると、学生主体を貫きながら最後の頂きを制すればいい、島崎は手を貸し付けるだけであるということで、ちょっと記事、しずめさんの記事を、ちょっといくつか抜粋したんですが、本当に最後ちょっとお話しさせていただくと、僕は本当に大学ラグビーの動画をたくさん撮ったりして大学ラグビーファンをたくさん見てきましたが、やっぱつくばファン多いですね。なんて あんまこういうの言っちゃいけないけど、やっぱ早稲田明治が多い中、同志社とかが多い中ですね、やっぱ意外って言っちゃいけないですけど多いんですよね。でしかも別につくば出身じゃない人でプレースタイルとかそのポジションなんかいるポジションでね好きな人がいるっていうのと、それとあと慶応と似てるのはやっぱ文武両道っていうか推薦がね、そんなすごくなんかスポーツ推薦積極っていうわけでもない筑波がやっぱその総名とか帝京に対していつも肉薄してるっていうところで、すごくファンが多いなっていうのが僕の印象ですね。で、本当に慶応のいいライバルですよね。だ今年本当強いな。谷山キャプテンの新筑波、楽しみしたいなというのと、この記事に特集されている島崎監督が若くして本当に童顔でね、本当にいい人なんだろうなって画面越しに見るんですけど、本当に強いチームを作り上げて、なんといっても去年天理と東海を倒した実績があるんでね、今年どうなるか楽しみしたいなと思ってちょっと動画を撮りたくて、撮らさせていただきました。それでは、今年の筑波に期待します。楽しみです。では